63式12連ミ 107mm ロケット砲六63式 107mm ロケット砲とは、中華人民共和国が開発した、敬遠式の多連装ロケットランチャーである。63式ロケット砲は1960年代から開発が進められ、1963年に中国人民解放軍に正式採用された。十三式ロケット砲は、 ランチャーは極めて軽量で、扱いが単純であったが、命中精度の低さと、最大8500メートル程度という射程距離の短さが弱点であった。中国人民解放軍では、不評連隊の火力支援火機として配備されていた。1990年代後半からは、退役が進められたが、現在でも空挺部隊やヘリボーン部隊、 特殊部隊で少数が運用されている。63式ロケット砲は中東やアジア、アフリカなどの第三世界諸国に多数が輸出され、現在でも多くの国で使用されている。正規軍以外にもベトナム戦争やソ連のアフガニスタン侵攻において、南ベトナム解放民族戦線やムジャーヒディーンに多数が供与されてアメリカ軍やソビエト連邦軍、 南ベトナム軍、アフガニスタン政府軍の基地の攻撃に使用されている。63式 107mm ロケット砲六63式 107mm ロケット砲の方針は4本のチューブを3段積み重ねた12連装式で手動で水平射角と行角を調節する。砲側二輪式のゴムタイヤに4本のパイプ式の足が設けられており、ケリンジには 前の2本を上部に折りたたみ後部の2本を束ねて、車両のフックに接続する。ロケット弾は噴射炎の一部を斜めに傾けることで、ロケットに回転運動を与えて安定させる、スピン安定式が使用されている。弾頭は、榴弾が中心であるが、白輪弾なども用意されている。初言作動機構性の砲弾、創薬運用試行の他にも、 多くの国で63式ロケット砲のロケット弾ランチャーを搭載した自走ロケット砲が製作されている。イランのイスラム革命防衛隊のトヨータ製ピックアップトラックに搭載された63式。ありがとうございます。